はーい、皆さんこんにちは、のっぺんです。飲みながら野望申請やってきましょう。さあ、前回はこちら、島津への本格的な進行を開始していきました。で、前回は泉城と伊作城と人吉城を通ったところでございますね。で、同盟相手の小早川家がどんどん大きくなっているのがちょっと心配なところかな。さあ、ということで今回も頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、ということでやっていきましょう。で、しばらく戦続きだったのでだいぶ腰兵のきっついですね。しばらくは戦争できないかな。で、なんとですね、こちら豊臣と徳川が戦ってるんですね。はいはいはい。まあどっちかというと豊臣の方が攻めてるって感じなんですね。なるほどなるほど。いやー、私たちも早く領土拡大して、で、熊本城はワンチャン互角に戦える。ほう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 。いやー、あと1ヶ月くらい待ちたいな。いやー、でもこのタイミングを逃しちゃダメだな。まあとりあえずじゃあ熊本城攻めましょうか。行きましょう。さあ、勝負だ。で、ここで小早川家にも援軍をお願いして、まあこれなら加藤家滅ぼせそうですけどね。行きましょう。で、多分その隙をついて島津が攻めてきそうですけど、まあ仕方がない。まあそれよりも加藤家を滅ぼしたい。さあ、熊本城どうする。で、やっぱ島津動くよなー。いやー、なんか攻略目標定めてるわ。だー、1万で攻めてくる伊作城。まあ伊作城ぐらいくれてやる。いやー、龍造寺さん中野武さん頑張って。一つよろしいか。で、こっちも攻めてくるんかーいまあ人吉城、いやー取られるかー。まあしょうがね。うん、まあ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 それぐらいね、ちょっと熊本城を早めに取っておきたいわ。さあ、熊本城到着しています。で、しっかり攻めれてはいるけど、ちょっと一旦こっちの島津の部隊を潰してほしい。で、ワンチャン合戦できないねで、豪雨により洪水が発生したようです。大丈夫ですか。いやー、あー大丈夫、よかったよかった。ふう。いずれこので、伊作城落とされたー。くっそー。で、ごめんね長野武さんはごめんなさい。で、泉城も攻める。わあ、最悪や、これまずいぞ。で、勝手にやるか。まあとりあえず島津は追い出そう。で、とりあえず島津は追い出した。オーケーオーケー、よし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 。いやー、でもなー、この熊本城取ってもだよな。前回ね、せっかく切り取った島津の拠点がいやー、まあしょうがないね。あー、でもこの辺の拠点取れたね。オッケーオッケー、よし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 、よいよ。まさか、で、まさか。ちょっと待って、ちょなんか宗家がよからぬことを考えている、お前。では、いやー、まだ従属できない。くっそー、なんかやってる。さあ、では加藤家にとどめを刺していきましょうか。はい、秋田の戦い、鍋島直重 VS 加藤清正、いきましょう。いやー、でも加藤清正の舞台もね、一つだけだからね。いやー、加藤清正も頑張っている。さあ、では行きましょう。さあ、勝負だ。行きます。はい、回戦シュピー。まあ言うて私たちもきつい。さあ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 、まあとりあえず高台とかいろいろ取っていって。いやー、高影の援軍がめちゃめちゃ助かる。これがなかったら加藤家落とせてねえわ。さあ、で、じゃあ働いてもらいましょう。はいはいはい。さあ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 、で、花ちゃんもじゃあ頑張ってね。はい、こう。で、加藤清正が、あ、そっちが行くか。まあまあまあ、あ、行くな行くな、死ぬぞ死ぬぞ。はい、こう。で、じゃあ鍋島直しでもじゃあこっち行ったんだ、行って、はい。まあとりあえずね、小早川家の援軍に削ってもらおう。お願いします。よしよし、助かるわい。で、そうですね、あ、このまま抜き打ち行っても良さそうやね。まあ一旦加藤清正の舞台を消耗させてから行こう。はいはいはい、ちょっと待ちなさい。で、一旦じゃあ交代させて、で、じゃあ立花宗茂、はい、お願いします。はい。さあ、で、ここで随変流ですね。はい。さあ、随変流。いや、随変流助かる。
まあそこまで削れないけど、まあ削ってくれる戦法があるだけでも助かる。さあじゃあ、あいやいや、おてお て, おてさあ挟め挟め、よし行け。でこれで、はいはい、で戦を早めに終わらせよう。さあ軒口は壊れるのが早いか、加藤清正の部隊が壊滅するのが先か、どっちでしょうね。オッケー、ナイスー、よし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 、勝ちました、素晴らしい。いや熊本城白攻めじゃなくてよかったわ、なんか難攻不落っぽいもんね熊本城。いや恐ろしい。でこれで、はい、さあ今以上にて不審な動き察知、了解。あーなんか鍋島直樹の舞台がもう落ちたけど、はい、熊本城落ちました、ナイス、オッケー。でこれで加藤家を滅亡させました、やった。で敵勝負、いや加藤清正とあと水野勝成はすごいよな。この二人投与できる。さあまずは加藤清正来ました、ナイス、オッケー。で配下増強も達成しました、ナイス、やったー、オッケー。この二人来た、でかすぎる。はい、泉城落ちてしまいました。まあしょうがないね、これはしょうがないしょうがない。でごめんね花ちゃん、ごめんごめん、まあ、親子だから仲良くしようや。でこっからは岩尾城も攻めたいですね。いやーさすがに腰兵糧ねえか、やめとこうやめとこう。で破壊受けてる誰誰誰で、これ宗家の工作、この野郎。いや宗家もちょっと油断ならんな。では早めに従属したいけどね、まだちょっと兵力と維新が足りんか。そうかそうか。じゃあお次はこちら泉城を攻めていきましょうか。で兵数ちょっときついかもしんないけど頑張っていきましょう、いくぞー。続きなさい。で政策とかもやっていきたいんだけどな、ちょっと武将が足りねえ。で大名将校やってなかったわ。で立花宗茂はそうだな、まあとりあえず制圧の称号開けとくか。はい、お願いします。あー娘よ、ありがとう。で勘定を上げる人もいない。で家宝を買うか、うん、だいぶお金あるもんね。じゃあここはじゃあこの兜、はい、じゃあ買います。はい、オッケー。さあ行きましょう。さあ勝負勝負。でこっちの岩尾城はどうでしょう。まあこれも落ちるな。おー島津8部隊揃ってんじゃん。おーしよしよし、行きましょう行きましょう。はい、泉の戦い、鍋島直茂 VS 島津義弘、行きましょう。いやーこれ勝ったらね、島津から切り取った拠点を取り戻せるかもしれない。さあさあさあ行きましょう行きましょう。いやほんとに島津と互角の戦いって感じだね。さあ行きましょう、勝負だー。はい、回転出品。さあ行くぞ。さあまずはまずは、はいはいはい、こう言ってですね。で今回から加藤清正いるけど800か、もっと兵欲しいな。でうちには国衆がいる。さあなんとか島津の部隊を一部隊ずつ蒸してあげたい。で鉄砲があるんだよな島津、行って痛いってそれは。まあなんとかちょっと粘って頑張るか。でこう、はい、で1点こっちであげて、でそこ座ってないっす。頑張れ頑張れ頑張れ。一旦鍋島直茂、あーでよし空襲撃破、オッケー、ナイス。でこうで次はこういって、でここ一旦交代させて、はいはいはい、オッケーオッケー、いいよ。でこっち加藤清正、よしナイス。で、そこ一旦挟む。かかりました。で鍋島直茂じゃん、これが立花宗茂かを回復させたらすぐ交代、はい、さあ頑張れ頑張れ頑張れ。で今度はこっちだよな、ちょっときつそう。でこう早くこっちも変わってあげたいね。で頑張れ頑張れ、ふうきっちり。高台だけは絶対取られてはいけない。さあ立花宗茂随変流、まだ倒せんか、クソ、いやー多いなー、クソ、なかなか粘られる。でよしまず一部隊撤退、オッケー。さあ来た、最後組むぞ、オッケー、体力1時ね、無敵、はいはい、オッケー。一旦こっちも下がって、オッケーオッケー、いいよいいよ。でこっちオッケー、さあいいですよ。でこっち、ああ混乱してる、ナイス。
この混乱助かる。で、私たちも混乱させられている。まずい。非常にまずい、それは。で、こっちもよし、撃破。OK、大丈夫。でかしてました。OK。で、こっち、よし、突破できるか、うん、で、こう。で、じゃあ、な、いや、ここはちょっと、光にはいてほしいので、で、こっち、一旦変わってあげよう。多分、トシヒサー倒せるはず、これで。で、一旦、変わろう。いや、変わっちゃダメか。いや、でも変わんないとだよな。難しい。一旦変わるか。いや、だ、鉄砲！そう、また鉄砲。で、よしよしよ、言うよ。オッケー、よし、トシヒサー撃破。で、もう一度だ、来た。2のただ元だ。こいつは厄介。ご命令とあらば。で、はいはいはい。オッケー、ナイス。で、こっち行った。休ませてあげたいけど、こうだな。いや、こっち撃破されたか。成富さん、ありがとう。で、ミゲル捕獲。なんと。で、ちょっとこっち来てほしい。はい。で、もう一人来たー。ヒコトルちゃん助かる。でも300人しかいない。心もとない。で、こっちよしよし、取って取って。んで、そこの高台は取られた。あ、しょうがないしょうがない。さあ、随辺流頼む。助けてくれ。300人はじゃあ、こっち行こう。はい。いや、こう、あ、クリッシュに行かせろ。はい、オッケー。で、こう。で、こっちは、まあ、なんとか耐えさせる。行きますよ。さあ、どうする？で、向こうはそう来るか。オッケー。じゃあ、ここ行こう。はい。で、こっちの2000がそう動くか。なかなかに難しい戦い。で、こう。一旦こう。よしよしよし。さあ、で、国衆が何とか耐えてほしい。で、41人。ヒコトルちゃん、粘りすぎや。で、こうしてこうやね。で、一旦国衆下げよう。で、吉弘早めに潰す。行って OKOK。で、鬼しまず、なんかやってる。で、よしよしよし。吉弘撃破。OK、ナイス。で、早めに2のただ元も潰そう。で、じゃあ、彦鶴ちゃんは、じゃあこっち行こう。はい。ここでどっちかを軒口は、取れるはず。よしよし、いいよいいよ。ナイス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 。OK、ナイス。で、誰か撃ち取った。大丈夫それ。で、そこ取って、はいはい。で、200人はちょっとさ、おとなしくしなさい。さあ、で、こっちの、こっちを持ちひさの動き、ちょっと大事で、こう敵のトイレひねり潰すぞ。で、新野忠元もすぐ潰せるはず。これは見逃せるぞ。オッケーで、新野忠元撃破ナイス。さあ、これよし撃破ナイス。で、こっち行こう。はい、オッケー。で、じゃあこっち行こう。はい。で、こっちこう。オッケーオッケー。よし、これチェックメイトよ。うーで、さすがに41人だとちょっと破壊の効率が良くない。一旦こうで、こう。オッケー、いいよいいよ。で、国衆下がっていい。オッケーオッケー、ナイス。よし、オッケー、ナイス、出ました。オッケー。いや、きつかった。よかったよかった。オッケー、伊沢城と人吉城取り返せるか。あ、人吉城じゃなくて泉城か。あ、泉城と伊沢城は取り返せたでしょう。オッケー、ナイス、でかした。いや、きつかった。オッケーオッケー、お疲れ様。よし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 、ナイス。はい。で、ハント拡大も達成しましたね。ナイス、オッケー。はい、こちら、バカに加わる武将が1名。鍋島絹ちゃん。ああ、はいはいはい。また姫。やったー。しかも結構優秀ですね。素晴らしい。こちらこそよろしく。いや、なかなか鍋島一族多いぞ。で、こちら、大村城の開発ももうすぐ終わりそうなんですよね。よしよしよし。いや、本拠移転も考えていきましょう。じゃあ、今度はこちら、あがた城も攻めていきましょうか。では、行ってらっしゃい。はいよ。主人
たします。で、あとは表情集の奉行に竜造辞典持ってる方入れますか。じゃあ正家、はい、お願いします。はい、で制作の猛能の意を、じゃあ発令しましょうか。これはですね、進行先勢力の動揺城分の攻撃プラス3なんですね。はい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 、まあ、だから合戦とかで勝って敵の拠点を動揺状態にさせると攻撃力がアップとなる。はい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 、制作猛能の意発令しました。ナイス、竜造辞典を陶器にもたらしてさらなる発展を成し得。さあ行きましょう。これで攻撃力アップですね、素晴らしい。で、ハガクレとも相まって攻撃力爆増。さあ、赤田城も落としました。ナイス、オーケー、よしよしよし。で、敵昇爆で、この二人投与。はい、で、まず移住員、あ、なんか難しい字の方来ましたね。まあ、多分忠宗でしょうね。解明したんだ。へえ。で、まあ忠長はじゃあ解放。オッケー。よし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 。で、寝返りしかできる。ナイス。で、小早川家が今度はこれは長宗壁攻めるんだ。へえ、そうなるんだ。はあ、はあ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 。で、寝返りしかできんやんけ。さあ、ということで今回はここまでしていきましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルペでした。さよならー。